明日、ワッシュ無限アパレルの竹ちゃん無限アパレルで知識と個性を掛け合わせたい自分にしかできないスタイルを見つけていこうぜっていうチャンネルになっております。概要欄にメンバーシップ、お買い物、ベフリケ、ラインスタンプ、アマゾン、欲しいものリスト、X も最近解説したし、TikTok も1万人突破したからみんなぜひともチェックしてやってくれよ。わしはこれから独立すべくね、いろいろ準備をしよる中じゃから、なかなか自分の服のためにお金を割くことが最近できてなかったんじゃけれども、散財してまいりましたシリーズの第2弾というところで、わしとしても初めての挑戦。竹、この30超えてきたところで、まだまだ伸びしろありますなと。自分でもちょっと感心してしまうほどのお買い物をしました。今までずっとそれに類するようなところにはおったんじゃけれども、そのブランドだけはなんかなんとなく避けてきてしまった。そんなブランドをついに手に取りましたと。そのブランド、皆さんも当然ご存知のことじゃと思うブランドなんじゃけれども、意外と新品で、ちゃんと新品の状態で手に取ってる人って少ないんじゃねえかなと思います。価格もそれなりにするブランドです。そのブランドの服は果たしてぼったくりなのかどうなのかっていうのを、古着屋アパレル業界に15年、俺人間としてジャッジしていけたらなと思います。行ってみよう。わしの購入品を見ながら、その服はぼったくりなんかな、適正なんかなっていうのを正直な目線で見ていきたいなと思います。買ったブランドはずっとね、前置きが長くなってしまったけれども、コーデギャルソンのシャツでございます。当然みんな知っとるブランドじゃろ、憧れとる人も多いじゃろ、崇拝しとる人も多いじゃろ、好きじゃという人も多いじゃろ、意外と最新コレクションを新品で買った人っていうのは少ないんじゃねえかなと思います。わしの感覚じゃけどね、意外とおらんのじゃねえかなってわしは思ってます。しかもわしはコムデギャルソンというブランド全体をね、コムデギャルソン、オムプリウスじゃったり、ジュンヤ渡辺マンじゃったり、シャツのラインじゃったりとか、本当にいろいろのラインがあるんじゃけれども、その全てのラインを正直今まで一着も手に取ったことがありませんでした。その記念すべき初コムデギャルソンの一着は、なんともここもわしらしいところなんじゃけど、コムデギャルソンガールというラインになります。これは2015年に発足したラインで、コムデギャルソンの美学にフェミニンな要素っていうのをこうプラスして生まれたラインなんじゃけれども、そのまあガールらしい作りになっとるセーラーカラーでパフスリーブになっとるシャツを購入しました。まあこのシャツ2024年春夏の新作コレクションのアイテムなんじゃけど、ルックなんかも見ていくと、非常にセーラーカラーのこれの長袖のシャツがあったり、ワンピースのアイテムがあったり、素材違いで少しこうフェルトっぽいような素材が使われたような、もうちょっと厚地のものがあったりと、セーラーカラーのアイテムが今シーズンはなのか、王道的なディテールなのか、スタンドード定番的なアイテムなのかは分からんけど、この2024年春夏も結構打ち出されとって、大阪のポップアップを、ジエンドさんでやらせてもらった時に、コムデギャルソン好きなお客さんがいらっしゃるんじゃけども、その方がそのフェルトっぽい地厚なものを着とって、あーセーラーカラーええなというか、セーラーカラーずっとね、わしも古着で提案してんじゃけど、古着で買おうとするとサイズ感がめちゃくちゃ細いものばっかりじゃから、実際こう着る上で提案することが難しいから、ふとそうやってドーバーストリートマーケットをこうバーって見よって、あ、やっぱセーラーから可愛いなと思って、購入に至ったのがこちらですな。 XS から L ぐらいまでサイズ展開があって、基本的にガールじゃからやっぱり女性に向けたようなラインじゃけど、171センチぐらいのワシじゃったら L サイズで少しゆったり着れるようなサイズになっております。ちなみにワシはドーバーストリートマーケットで3万5000円のタックスぐらいで購入したんだけれども、ファーフェッチで見ると6万5900円とか L サイズじゃったらするぐらい価格にかなり差があるんで、まあわしの動画を見てメンズでお買い求めになる方がどのくらい売るのかは分からんけれども、実際の店舗で買った方が、日本国内にいらっしゃる方にとってはお得なんじゃねえかなと思います。そんなコムデギャルソンガール、あーもう噛みすぎじゃん、そんなコムデギャルソンガールのこのシャツ、3万5000円のタックスっていうね、日本国内価格ではあるけど、実際どうなん、ブランドバリューだけじゃねえん、川久保さんの名前が一人歩きしとるだけでぼったくりなシャツなんじゃねえかって思ってる人もおられると思うから、アパレル業界に15年って、皆さんは古着屋としてわしを認知してくれとると思うけれども、実際は10年のブランドで働いた歴の方が長かったり、生産背景とかそういった工場にも行かせてもらったり、企画を一部携わらせてもらったりと、本当にアパレル業界の中でも幅広いことを10年ぐらいさせてもらって、ここ5、6年が古着屋として皆さんに知ってもらえるような SNS の発信をしてきてる身になっております。なのでこういったこうどっちかっていうとわしは産地に近いというか、そういう経験を比較的長く積んできた身なんで、まあそんなこう縫製工場、生産管理をしとった人ほど詳しくはないんじゃけれども、消費者に近い感覚で、このシャツの魅力だったり、まあ、どこがどうなっているのかっていうところはお話できるんじゃないかなと思います。まあ、まずはやっぱりこの価格を見る上で一番大事なのは、過去の動画なんかでもお話しさせてもらったんじゃけれども、生産国、これがほぼほぼ大きな価格を分ける
差のポイントになってきます。前の動画でも言ったんじゃけれども、生地と縫製工賃、これが服に占める、原価の、割合にはすごく多いようなものになるから、当然そこにこうブランドの利益だったり、販売店の利益っていうのが乗ってくるから、ものによってはそういうものが高いことは多いんじゃけれども、この服、一着の服を作るのにかかる、製造原価に占める割合が高いのは生地と縫製工賃になります。そしてその割合が高い縫製工賃のウエイトを占めるのは実際どこで作っているのかっていうところになるんじゃけれども、これは当然コムデギャルソンガールのアイテムじゃからメイドインジャパン。素材、生地も大きなウエイトを占めるんじゃけれども、コットン 100%、赤いセーラーカラーで切り替えがされたんじゃけれども、どちらのこう素材もコットン 100% で仕立てられています。なので、まあこういったものをこう、なんだろう、中国だったりとかバングラディッシュで作るよりかは当然当たり前に平均賃金なんかも高いから金額は高くなるような構図にあるようなアイテムじゃし、まあギャルソン好きの方なんかはご存知だと思うんじゃけれども、内側にね、縫製を担当した方のこうスタンプが押してあったりと、まあこういうディテールも、やっぱりこうギャルソンらしい、しっかりとしたなんか生産体制が敷かれてるんじゃなというところを、わしも、噂ではというか古着で見たりはしたことはあったけれども、実際新品のものを手に取ってみてもこういうディテールが取り込まれてるんじゃなっていうのはまた改めて思いました。で、まあ、ちょっとだいぶ話が長くなってしまったんじゃけれども、結論から言うと正直、まあ、日本製で作っているとはいえ価格としてはかなりまあ高い方のシャツになるんじゃないかなとわしは思います。セーラーカラーだったりパフスリーブだったり細かいディテールはあるものの、基本的には内側の仕様なんかを見ていくとロックっていうね、ロックミシンっていうのがあるんじゃけれども、そこで乾燥的に縫製されたシャツになっております。かなりまあレディースラインじゃから曲線が多いから折り伏せだったりとか巻き縫いだったりとかそういったところが使えんし、まあ、巻き縫いは縫製的にちょっと合わないしっていうところがあるんじゃけれども、まあ、生地もそんなに高いものではない、縫製も比較的簡略化されている、まあ、デザイン的にセーラーカラーが入っていたりパフスリーブのギャザーが寄っている、まあ、この4つぐらいのディテールなんじゃけれども、これをかなりこの価格を見出せる人っていうのはコムデギャルソンを知らない人、コムデギャルソンに対して価値を見出せる人じゃないと、まあ、かなり高いシャツに移ってしまうんじゃないかなっていうのはフラットにこの洋服を見た時のわしの感想です。だがしかしやっぱりこの見た目的なね、セーラーカラーのシャツっていうところだったり、先ほどもパフスリーブって簡単に一言で言ってしまったけれども、この肩のところのギャザーの寄り方なんかは、まあ、通常の普通にこうまっすぐなっているシャツなんかよりは当然手間がかかるし、まあ、生地の分量なんかも、普通よりは多くかかったりする。しかも袖口にもこうゴムが入っていたりと、細かいところは少しずつ、構成的な部分では簡素じゃけども、こういったこうガールに属するようなフェミニンらしさだったり可愛らしさを出すために普通のシャツにはあまり用いられないようなディテールは加わっとるので、本当にこのセーラーカラーだったり肩に寄せられたギャザーじゃったり袖のこのゴムじゃったりとか、一応この後ねサイドもジップで開けられるようになっとって着脱がしやすくなっとったりと、これが川久保さんがどこまで携わってるラインなんかとかわしは知らずに、あ、単純にセーラーカラーのシャツ可愛いな、あ、タグ見てみたらギャルソンじゃっていうので、ギャルソンを手に取った人間なんじゃけれども、普通に縫製的なディテールだったりを見ていくだけでは、まあ普通に洋服業界におる人から見ても、まあ3万5000円のシャツとするとかなり高く映るんじゃねえかなと思うんじゃけれども、やっぱりそこはコムデギャルソンの美学、コムデギャルソンガールのにしかないラインだったり、こういったセーラーカラー、パフスリーブ寄せられたギャザーっていうのにわしはやられて実際に購入してしまいました。めちゃくちゃセーラーカラーのアイテムね、これからええんじゃねえかなってわしは思っています。結構別のブランドでもリリースされとったりと、メンズの方だとなかなかねちょっと可愛らしすぎて取り入れられんわって思う人も多いんじゃねえかなと思うんじゃけど、もしねこの動画を見てちょっとでも気になった方は、まあ、試着だけでもいいし、他のブランドだったりそれこそ古着でもセーラーカラーのアイテムなんていうのはミリタリーだったりでもいくらでもあるから、ぜひちょっとねセーラーカラーというアイテムを頭の片隅に置いといてもらえるとええんじゃねえかなと思います。そして着こなしの部分をわしは大事にしとんじゃ、この間ね初めて買って、外に出てみたんじゃけれども、やっぱり暑くなってきたからショートパンツと合わせたいなと思ってスタイリングしてみました。トップスにはこのコムデギャルソンガールのシャツ1枚、ショートパンツを履いてディガウェルのハイソックス、お得意のやつじゃな、これ履くと結構みんなからねボロクソ言われがちなんじゃけれども、ハイソックスを履いて、そこにさらにウエスタンブーツを合わせて、やっぱり可愛くなりすぎるところはどうしてもこの作りじゃったり、セーラーカラーがただでさえ可愛いのにそこにパフスリーブっていうアイテムが乗っとるから結構着こなす上ではちょっと難しいんじゃけれども、そこのバランスをどう取るかっていうところで、黒色のアイテムを随所に散りばめること、ウエスタンブーツ、そしてキャップをかぶることで少しスポーティーな印象にすることによって、このセーラーカラーのシャツのバランスをうまく取れたんじゃねえかなと思うとともに、夏らしいちょっと個性的なスタイルが作れたんじゃねえかなと思っております。そしてこのセーラーカラーの着こなしのポイントとしては、やっぱり上に重ね着をして、こうセーラーカラーが後ろからバックスタイルで見た時にこのセーラーの襟がポンと乗ってる、この様がわしはすごく可愛いなと思って、こういう着こなしがいろいろしたいんじゃけれども、この時期暑いというところで、もう一つスタイリング組んでみたのは、ちょっとこう変わった変形のカーディガンと掛け合わせて、ボトムには今わしも履いてるようなスティーブンタイのトラックパンツを合わせて、かなりスポーティーな着こなしなんじゃけど、
このセーラーカラーがインナーから主張してくれるようなスタイリングにも使うことができるしというところで、セーラーカラーのアイテムは偏見さえ取り除いたりとか、いろいろなアイテムの組み合わせ方次第でメンズのファッション、メンズの着こなしっていうのをまだまだ拡張してくれるアイテムじゃと思うし、このコムデギャルソンガールのシャツを手に取れるメンズっていうのはちょっとどうしても限られてきてしまうし、そこに支払う対価が1万円ぐらいとかじゃったら挑戦できるかもしれんけど、そこが3万5000円ってなるとなかなか難しいのはわしも100も承知なんで、まあセーラーカラーというアイテムに対しての偏見をわしはまず一つ取り払えればいいなっていうところと、コムデギャルソンのアイテム実際憧れてる人、好きな人本当に多いブランドじゃけど、ブランドバリューがあるだけで実際ぼったくりなんじゃねえかと思ってる人多いんじゃねえじゃろうか。そこは、法制的な部分で見ていくと、当然日本製じゃから当然工賃だったりもしっかり支払われているじゃろうし、ガールならではのこうフェミニンさを作り出すためにギャザーだったりパフスリーブだったりゴムを入れたりセーラーカラーの切り替えじゃったりっていう手は加わっているけれども、まあそこを全く度外視してみると、やっぱり今のこの価格感で見ると少し、ディテールだけを見ても高いシャツに映ってしまうんじゃないかなと思いました。まあ先ほどもロック処理って言ったけど、そのロックもね、本当に細かいところで見ていくと普通のロックよりははかるかに綺麗なロックが内側を見ていくとされていたりはするんじゃけれども、それは相当洋服に詳しい人というか縫製工場を知っとる人とかじゃないとなかなか価値は見出せないところなんじゃけれども、やっぱり、ギャルソンの良さっていうのはやっぱりそこだけじゃねえじゃろ。生地でだったり縫製工人だったり日本国内で縫えとり、むしろもう日本国内で縫われてなくたって、ギャルソンの美学、川久保さんのパターンデザインが組み込まれとるからこそ買うっていう人もいらっしゃるんじゃねえじゃろうか。そこはやっぱり、コスト的な部分で見ていくと決してそんなにこうなんじゃろうかな、原価率が高いシャツではもしかしたらないのかもしれんけれども、わしはやっぱりそこに実際にやられて自分のお金を払って自分が着る私服として手に取った人間としてはすごく満足しているし、セーラーカラーというアイテムはこれからの夏にかけてもすごく面白いアイテムをメンズの中でも提案してくれるんじゃないかなと思うから、このギャルソンガールのシャツは買うのは難しいかもしれんけど、古着だったりミリタリーだったりで他のアイテムでぜひ取り入れてみてほしいなと思って今日は動画にさせていただきました。ギャルソンガール、わし人生初めてのギャルソンアイテムはギャルソンガールというね、ここもすごくちょっとわしらしい変なところなんかなと思うんじゃけども、ギャルソンのアイテムをようやく、自分としてもこう手に取るきっかけができて、わしとしても嬉しく思っております。やっぱりね、リーバイスだったりラルフローレンだったりギャルソンだったりヨージだったり、わしそういうメジャーなブランドをちょっとどうしても避けてきた嫌いがあったんじゃけれども、ここでギャルソンの牙城を一つ自分の中でも崩せたっていうところは自分としてもこう少し成長したというか、選べる幅がまた広がってきたんじゃねえかなと思ってます。皆さんにもどうしてもこうジャンルが絞られてしまったり、一つのカテゴリーに属する方が楽じゃから分かりやすくはあるんじゃけれども、いろんな服を着れた方がファッションって楽しくない、洋服って面白くないっていうことをわしは言いながら発信をさせてもらいおります。ぜひ皆さんにとっても少し幅が広がるような動画になったら嬉しいです。そう思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、感想もコメントでどしどし教えてやってくれよ。よろしく。じゃあほんなんな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほんなんな。